おはようございます。YouTube 健康セミナー大輝です。 今日は子供たちには何を食べさせるべきなのかというテーマでお話をさせていただきます。今回参考にさせていただきましたのはこちらのグスコー出版さんより出版されております松田真美子先生のご著書「子供たちは何を食べればいいのか」という一冊です。松田先生、こういったご経歴をお持ちの方で日本のナチュラルハイジーンのパイオニア、先駆けとして私たちに健康な体づくりのための食事やいろんな方法を分かりやすく教えてくださっている先生 なんですがナチュラルハイジーンに関する、まあ、食べ方の原則とかそういったものを知りたい方はこちらの動画でご説明させていただいておりますので是非わせてご覧いただけますとよりご理解いただきやすいんではないかなと思います。 で今回何を食べればいいのかというところの前に何を食べない方がいいのかというお話からしていきたいんですがなぜなら結論から言うと体を汚さないようにきれいにできるような食事をしましょうということなんですがいくらそういう食事をしていても体を汚すような食事も同時並行していったらいつまでたってもきれいにならないよねむしろ毒の方がたまりやすくなっちゃいますよねということなのでまずは まず、やめるべきものをやめましょうね。というところで、一般的に言われている栄養学とか、そういったものとはちょっと異なってきます。まあ、簡単に言うと常識からちょっとずれてるよね。ということも出てくるんですが、今まで自分がもしその常識的な食事を自分で考える中でしてきて、体の調子が悪い。子どもたちがアトピーやアレルギーがあったりしてかわいそうだと思うのであれば。 一旦その常識を脇に置いておいて全部を信じなくてもいいのであこういう考え方もあるんだなというふうにまずは素直に一度受け取ってみていただければなと思いますではですね一つずつ検証していきたいんですが一つ目こちら乳製品ですね牛乳やヨーグルトチーズバター全部含めて体にはあんま良くないですよということでその理由というのが消化不良やアレルギー 肥満をもたらしてしまうからですよということで乳製品が体に良くないよ病気の原因になってしまう可能性が高いですよという研究って世界中にあるそうなんですねで特にこのカゼインという特殊なタンパク質が 腸に膜を張ってしまうでそうすると栄養がうまく吸収できないとか消化がうまくできないとかそういう風になってしまうそうなんですねでそれから乳糖といってですねこれが特に日本人を含めてアジアの方に多いそうなんですが乳糖不対症といってこれを 上手に消化する酵素やなんかが3歳くらい以上になるとも失われてしまうそうなんですよだからお腹がゴロゴロしたりとかそういう風になってしまうそうなんですね でそれから脂肪が本当に多いのが牛乳や乳製品なんですよということでいやいや、私が飲んでるの低脂肪だから大丈夫ですよという方もいると思うんですけれども実はそうではなくていくら低脂肪とはいえもともとの牛乳自体が脂肪が多い食品なのでそれの低脂肪って言ったってたかがし入れてるよって結局多いんだよとでそれで肥満につながったりいろんな病気につながっちゃうんですよとこういうことなんですね。でそれから 牛乳とかそういったものって原則加熱しているはずなんですよね。で、その加熱するとミネラルやなんかを失ってしまったり、形が変わって体の中で使えない、そういうミネラルに変わってしまうんですよということですね。で、そうするとですね、体の中が、 酸性にとい,いうのは簡単に言うとドロドロした血液とかですねあまり良くない状態ですねで本来私たちの血液っていうのは弱アルカリ性ですからこれに引き戻そうと思って何かで中和しなきゃいけないじゃあその何かってどこから来るんですかっていうと骨とか歯とかそういったところに たっぷり蓄えてあるカルシウムとということなんですね。だからカルシウムを取ろうと思って牛乳一生懸命飲んだ結果カルシウムが体から失われていってしまうというですね笑えない結果が来てしまうんですね。で、じゃあそれならまあ牛乳とかねそういうの悪いなっていうのはなんとなくわかりましたでもヨーグルトだったらいいんじゃないですかあれは発酵させてるし腸にもいいんですよねって。 とかねおっしゃる方もいるんですが実はヨーグルトも本当はいいいらななな食品んんですよということなんですすよよととうこどういうことかというとヨーグルトで健康効果実感できるのって、まあ、腸内環境が整うよとか排便がうまくいくよとかっていう話なんですけれどもこれってナチュラルハイジン的な考え自然的な食事をしていくと 別にヨーグルト取らなくてもちゃんと便通も良くなるし腸内環境も整ってくるんだよねだからこのヨーグルトを取って健康効果を得られる人というのは食事の誤りがある人食事を間違えている人 加熱した食品とか加工食品とかそういったものばっかり普段食べてる人っていうのはヨーグルトを取った時にある程度効果を実感できるんだよということで普段からちゃんと食事に気をつけていけばわざわざヨーグルトを取る必要はないですよ特にこれ気をつけてくださいねというのがヨーグルトを朝 フルーツにかけて食べるこれはフルーツのまま単品で食べるとその効果を体で発揮できるんだけどヨーグルトをかけたら台無しになっちゃうよということなのでやらない方がいいですよということなんですね。では検証の2番目動物性食品ですね。 体を大きく強くするためにはお肉、魚、卵いっぱい食べましょうね。毎食食べましょうねって言われるんですけれどもこれも間違いですよと。肉食型、まあ、動物性食品をたくさん食べるっていう食事をしてる人は病気になりやすいですよというのがチャイナスタディという疫学研究、疫学調査で分かってるんですよ。つまり実地調査ですね。えこういううういい人たちは何をを食べててるんだろうっていうのをしっののしかりとその場に に行って研究するというものなんですがこれ本当に大規模な調査でとにかく肉食をする人というのは病気になりやすいで肉食をしない人というのは あまり病気にななってないですよと同じ地域とかに住んでてもそういう差があるんですよというのが分かってるんですね。でこれは気上の空論ではなくて科学的にタンパク質動物性の食品っていうのはこういう体にいい効果があるから取りましょうねというのが基本的な栄養学なんですけれどもそうではなくてじゃあ実際それで取ったらどうなるんですか,か取ったらやっぱりとりすぎの人は病気になるんだよね肥満になるんだよねで取らないい人っていうの 健康的な生活してるんだよねっていうのが実際に見てこういう結果が出てるよというのが、まあ、何度も言うこのチャイナスタディなんですがそういう結果が出てますよということですね。でじゃあなんでそういうふうにね病気を作り出してしまうのかというと体が処理しきれないだけのタンパク質であるとか脂肪であるとかその他いろいろな栄養が。 豊富すすぎるとということなんですねでねそうするとですね体がやっぱりこれ酸性に傾くんですよさっきの牛乳と一緒でですねそうするとこれを中和しようと思ってまたカルシウムを溶かし出すと。 でそれを結局処理するのってどこですかというと腎臓とかで処理していくんですが腎臓でじゃあ処理しきれなくなった分どうなるんでしょう体の中に溜まっていくんですよねそれがカルシウムと一緒に溜まっていくと結石になってみたりとかいろんなところでこう暴れだして痛風みたいになっちゃったりとか。 例えば美容でいくとシワが増えてきたり体中で炎症が起きてきたりとなんか一般的に老化現象と言われているようなものも実はですね純粋な老化ではなくて動物性タンパク質を多く摂ることによって老化のスピードが上がってしまうんだというようなこともあるそうなんですよ。でそういうふうに栄養が多いだけではなくて。 汚染されていたり化学資料の問題というのがあるんですね。 お肉を大きくするために科学的なものを入れた餌で育てるとかですね、ホルモン剤を入れて育てるとか、それからお魚で行くと海が汚染されてるからその汚染物質を体の中に取り込んでしまっている。それを食べた人間の体にも影響を与えるよと。こういうことが起こりうるよということなんですね。特に魚なんかは肉や卵なんかに比べてより何倍もですね、この汚染されている。 ていいる確率とううのが高いそうなんですねだから肉より魚の方がヘルシーだからいいんだよね毎日食べようはダメだよと週にせめて12回にした方がいいよということなんですけれどもとにかくこういった肉魚卵なんかを食べ過ぎると栄養が多すぎて処理できない上にですよこういう抗害物質も含んでいる。でさらに問題なのはこういった食品っていうのは本来そういった 毒的なものを体の外に排泄したりとか、それから体を守ってくれるはずの食物繊維とか、フィトケミカル、ファイトケミカルと言われたりもするんですが、この植物が持っている体を守るためのものですね、ポリフェノールとかフラボノイドとかって言うとね、聞いたことある方もいると思うんですが、そういったものが 一切入ってないんですよほとんど入ってないんですよと体に毒になるようなものはたっぷり入ってるんだけれどもそれを排除するべきものは入ってないという非常に不完全なですねこの食品なので取るべきメリットはあまりないよねということなんですねでは検証の3番目いきましょう生成加工食品ですねまず白米とか白いパン食パンとかそういったものですねこれは 白米も玄米を生成してますよね。清白。 で、白いパンなんかも小麦粉を制白して、これを練って作るんですよね。だからどうせ食べるなら、全粒粉のパンとか玄米であればいいんですけれども、こうやって制白してしまったものっていうのは、そこの制白した玄米であれば、もみ殻の部分に栄養がたっぷり詰まってるんですよね。食物繊維とか。そういったものが全部ないから、不完全な状態で体の中に入ってくる。で、そうなると、不完全だから、 それを完璧な栄養状態にしようと思うと体に本来蓄えていたはずの栄養をこれ持ってきて使わなきゃいけなくなってくるんですよね。だからエネルギー取ろうと思ってご飯とかパンとか食べてるはずなのに本来体の中に蓄えてたせっかくね溜め込んだ栄養が失われてしまいますよと牛乳と同じようなねことが起きてくるんですね。 でそれから白砂糖ですね。これは果物なんかに含まれている果糖とかそういったものとは全然違って、静白されてしまっているので、単純に糖だけなんですよ。そうすると、すごい速さで吸収されてしまう。そうすると、一気に血糖値が上がりますよね。そしたら、膵臓さんが頑張ってインスリンを出すんですよ。で、血糖値下げろって。で、思いっきり下げると。 あれ、血糖値急に上がったと思ったら急に下がった。あれ、なんかこれお腹空いてんのかなどうしよう。食べなきゃっていうのでまた食べなきゃいけなくなってくるというのがお砂糖とかを使ったお菓子が止まらなくなる理由なんですね。で、そういうことを繰り返してると結局エネルギーが過剰になってしまって溜め込んで肥満になってしまいますよ。それから免疫なんかもこれ 混乱してしまってアレルギーとかそういったものの原因になってきますよということなんですねでそれから3番目ですね お塩なんですけれどもナチュラルハイジーンの考え方ではお塩はですねあまり取らない方がいいですよという考え方なんですねで僕は個人的に自然塩とかは取ってるんですけれどもナチュラルハイジンはどうもそうらしいということでこれは腎臓を過剰にですねこう労働させてしまいますよということなんですねでそれから4つ目え植物油マーガリンですね例えば「オリーブオイルって体にいいんだよね」とかってねよく言われるんです ですけれども100%ならいいんでしょエキストラバージンならいいんでしょとかってねよく言うんですがそうではなくてもちろんオリーブオイルだけじゃないですよいろんな植物の油って体にいいよって言われるんだけど結局これ植物そのものを取るんではなくて加工してるんですよね。でで油油は油だよねとということで 本来そういう油物って体に別にそんなにたくさん入れなくてもいいように人間の体できてるので結局は体を壊す原因になってしまいますよということで,で特にマーガリンなんかは。 これは体を本当に壊してしまう一つの原因になってくるので、まあ、アメリカとかそういったところではもうあ,のあまり使われてなかったりですねするので気をつけてくださいねということあのオリーブオイルたくさん摂ってる地中海の人たちって健康だよねっていうのは実はそうではなくて他の地域の人たちよりも植物性の野菜とか果物を食べる量が多いっていうことが原因なんじゃないかというふうにです、ね、本書で教えてくださっております。 で5つ目がですねこれ清涼飲料ですね、まあ、要するにあのお砂糖がいっぱい入ったようなジュースってやつですね、自動販売機で買えるような甘いジュースとか炭酸のジュース、こういったものはやっぱり体を酸性に傾けてしまいますよ、体液を汚してしまいますよというので、飲まない方がいいですよ、特に人工甘味料とかそういうものが入っていると、本当に体の中の機能を狂わせてしまいますので、良くないですよということですね。 で6番目添加物まあ人工甘味料も含めていろんな添加物がたくさん入った外食した時とかまあ外から買ってきて食べるものとかってね裏見たら大体ですね添加物入ってたりするのでその添加物の見分け方なんですけどまあ 食品表示見て台所キッチンになないような自分がパッと見てわかんないようなものってほとんど添加物だなと思ってもらえるとわかりやすいと思うんですがこういったものが大量に使われているものを簡単に口にすることっていうものはこの人工的なもので体に全く害がないよというものはないのでそのことに疑問を持ってくださいねということなんですね。 はいまあ、こういった生成加工食品というのもできるだけ食べないようにしましょうねということですね。じゃあ一体ねもう,もうここまで禁止されたら何も食べるものないじゃないと。どうしたらいいんですか子どもたちに何を食べさせたらいいのってなると思うんですけど答えは結構簡単で実はいっぱい食べるものってあって一言で言うと。 植物性一物全体食というもの、PBWF プラントベースホールフードとかっていうふうにね、検索したりしてみていただけると色々出てくると思うんですが、えー、要するに、えー、非加熱ですね、生の状態、新鮮な状態の果物とか野菜いっぱい取りましょうよ。で、その他食べていいよって食べるべきだよというものは、海藻とか、 発芽類、スプラウツとかですね、あのブロッコリースプラウトとかってあるじゃないですか、ああいったものとか、全国類、玄米とか全粒風のパンとか、全粒パスタとか、そういったものですね、今だと全粒のうどんとかそうめんとか探せばいっぱいあります。それから、豆類、 生の木の実、ナッツですね、生アーモンドとか生クルミですね、それから朱類ひまわりの種とかそういったものなんですが、そういうのを基本的に食べるようにしましょうねというので、ナチュラルハイジーンの考え方の、まあ、大人が食べるものとほとんど一緒なんですよね。 でこれって考えてみたら当たり前のことで大人だろうが子供だろうがある程度体ができちゃえば同じ生き物なんですよね。牛さん見てみても牛がね「あお父さんそれ食べたい」って言って「お前はまだ3歳の牛だから食べちゃダメだ」とかってないじゃないですか。基本的ににこういうううういいいいのののっってて大人だだろろがが子供だろうが一緒ですよ体もは 同じものを食べればいいんですよって考えると簡単なのかなと思うんですけれどもでこういうですねいわゆるまあどちらかというとベジタリアン的な食品を食べ続けてると一個こう心配されるのがビタミン B12 ですねこれが不足するんじゃないのサプリとかで補わなきゃいけないんじゃないのとかってね言われる方が多いんですけれどもこれはどちらかというと非加熱じゃなくて加熱した 植物性の野菜とか果物とかを食べてる人の話でちゃんとナチュラルハイジーの考え方に従って食べていけばそういう問題ってあんまり起きてこないそうなんですねただまあそれ不足してしまったとしたらその今までの 腸内環境の汚れであるとか体のバランスが悪くなってるっていうので体の中で作れなくなっちゃってるだけなのでまあだんだんやっていけばね治ってくるんだけどそれまでの間っていうのはそういうサプリとかをたまに使うっていうのは ありだよということなんですねだから結構こう病院とかでもあの「どんな食事してますか?」「ベジタリアンなんです」って言っただけで血液検査もせずに「ビタミン B が足りないからこれを飲んだ方がいいよ」とかって言われることもあるけどそこまで心配しなくてもいいですよということなんですね。はいではじゃあ具体的にですね えー、幼児から小学生ぐらいまで、まあ小学生上がって中学生とかになるとね、ほとんど大人と同じような体になってきますから、そのちっちゃい時ってどこに気をつけたらいいんですかというとですね、まずこれナチュラルハイジーンの基本的な考えですね、水分がたっぷりのものを食べる、まあ果物とか野菜を食べること、それから時間を守ること、午前4時から 正午12時までは排泄の時間だからこの時間は果物だけを食べるんですよということですね。でお昼から夜の8時までは いろんなものを食べてもいいんだけれどもその時に食べ方の組み合わせを間違えないことということですねえー、タンパク質と炭水化物をお肉とご飯を一緒に食べるとかだからハンバーガーとかってあんまり良くないですよねそういう食べ方の組み合わせを間違えると消化に時間がかかってしまってエネルギーも使うし消化不良になるし便秘になって血液が汚れてっていろんなね不調が起きてきてしまいますのでなので、えー、そういうですね消化とか排泄に負担を かけないい食べ方をすするんででよととうことでこれもうちょっと詳しく知りたい方はこちらの動画ご覧になっていただければなと思います。で、えー、次にさっきも言ったように植物性中心の食事にしましょう。おやつは 果物や木の実などを与えるといいですよということなんですがあのお砂糖を使ったお菓子じゃなきゃやだとかどうこうっていうのはその果物とかの美味しさを知らないからだよということでちゃんとちっちゃい時から教えていってあげればいいよっていうので本書の方でこちらの方でですねレシピが載ってるんですね果物こうやって食べると美味しいよ子供も喜ぶよっていうのがねもう目から鱗がたくさん落ちるようなもう読んでるだけでよだれ出そうな美味しそうなレシピいっぱい載ってますので ぜひ工夫してやってみていただけるといいかなと思いますで、それから体調不良お熱なんかが出たよっていう時なんかは無理して食べさせない なんか熱出てもうぐったりしてるのにあなた、栄養つけなきゃダメよって無理やり食べさすっていうのは体はそれ今、ね菌と戦ってたりとか一生懸命守ろうとしてそっちにエネルギー振ってる時なのでその時に無理やり食べさせて消化にエネルギー使わせるとかえって治りが遅くなっちゃいますよというのもあるのであんまりねそういうところも気をつけていかなきゃいけないですよと。 いうことなんですねでこの時期実は何を食べさせるかっていうのも大事なんですけれどもこれも大事だよというのがまず親が手本となって親が自分自身で食事を正していくでこういう食事をしてるからお父さんお母さん元気なんだよというところを見せてあげる。でもちろんそのの周りのことね あの子はお菓子食べてるのになんで僕は食べれないのとかっていうのも出てくると思うんですがなぜそうなのかっていうのをしっかりと教えてあげるっていうのが大事になってきて教えてあげずにそのまま大人になってしまうと子供はその間違った食事が正しいんだと思って食べて結構 として子供のためにならないのでパッとその瞬間だけのことを考えないというのも大事になってきますで、それから広告の見すぎですねテレビとかまあ、チラシとかもそうなんですけれどもそういうので青いそうだなっていうのって結構体に良くないものが入ってたりするのでそういうのも気をつけてあげてくださいねと いうことでですねでそれからですね妊娠中や乳児期についても本書の方でですね詳しく書かれてるんですがこれ結構デリケートな問題だと思いますしえいくら僕が詳しく説明しても男性のあなたがっていうふうにね思われる方もいらっしゃると思いますのでここは簡潔にまとめさせていただきます。まず男性も女性もも女妊娠のの前から血液をきれいいにしておくのが大事でですよととうことで 女性が血液をずっとね、こう妊娠後も綺麗に保つように努力していけば、実は、つわりをあんまり経験せずに済むんですよということらしいんですね。血液が汚れてるからつわりが起きてくるんだよというふうに教えてくださっております。でそれからその、もし今妊娠中の方が、 あこういうのあるんだと思って食事の改善をしようと思ったら少しずつですねやらないと急激にやるとあまり良くないことも起きてしまいますのでまずは朝食を果物にするとかそういうところから簡単に少しずつやっていくといいですよということですねで3つ目が母乳に勝るものはないですよということでやっぱり市販のベビーフードとか粉ミルクよりも母乳で育てるというのが自然的なものでさらにそういう市販のものっていうのはあまり体によくないですよ とかっていうことも本書の方で出てきますそれからお粥とかそういったね穀類穀物なんかは結構こう離乳したらもう食べさせるとかっていう方もいるんですが1歳までは食べさせない方がいいですよというのがナチュラルハイジンの考え方らしいんですねなぜならそういう時っていうのはまだ消化器官が発達しきってないから消化不利を起こしやすいですよということなんですねはいというわけでここで一旦まとめさせていただきます 一つ目、好ましくないもの、体にあまり良くないものを食べさせないようにしましょう。二つ目、果物や野菜という逆に体に良いもの、水分や栄養がたっぷりのものを中心に食べてもらいましょうということ。三つ目、なぜそういう食事をしなきゃいけないのかをしっかりと教えていくことも大事ですよということですね。はい。というわけで、ここで僕の食感なんですけれども、 何をどのぐらいとか具体的にね何グラム食べたらいいんですかとかっていうことについてはこちらのね本書を読んでいただきたいなと思いますでなんでこの動画でお話ししないかというとこれ自分の目で確かめて自分の生活で実際にやりながら工夫して 自分の生活に合った食生活をですね、見つけていく子供たちと一緒に楽しんでいくというこの過程が大事だと思うんですよ。で、今ですね、こちら電子書籍でも出てるそうですので、パッとね、電子書籍であればキッチンでこう見ながら調理したりとかもできると思いますし、そういう風にしていかないと すぐすぐ手に入れた知識というのはすぐすぐ忘れてしまうんですね。だからぜひそうやって自分の中で落とし込んでいただきたいなと思います。で、こういう食事の考えとかというのはですね、苦しむための考え方じゃないので、 できなくても例えばいくら教えても子供がねジュース飲んじゃう果物だけじゃなくてお菓子も一緒に食べちゃうとかやった時にこれ叱ったり責めたりするためのものじゃないんですよね。その都度その都度教えていけばいいだけですし自分自身もね完璧にできてるっていう人はそんなに多くないんじゃないかなと思いますので一緒により健康で楽しく生きていくための考え方ですのでなんでねできないのとかなんで私子供たちにあんなこと と言ってるのに自分は何でこんなものを食べてしまうんだとかね自分を責めたり子供を責めたりするためのものじゃないので楽しむためにグレーゾーンも作りながらあの100%やろうとかって完璧に思わずに納得できる部分からやっていくといいのかなと思います。 で、えー、大人になったらですねもうこの食事っていうのは自分の責任ですから子供の間はしっかり教えてあげるでなおかつそれでも大人になってね不節制して病気になってしまったらそれは親のせいではなくて子供自分の責任ですからでこれを言うとですねもう一つその 子供の頃にちゃんと教えてあげなかったから、あの、間違った食事をさせてしまってたから、今大人になった子供が、自分の子供がね、病気になっちゃったんだとかってね、親さんがね、自分を責めてしまうということもあると思うんですが、その必要は全くないと思うんですね。 でなぜなら、大人になったらもう自分で食事って選べるし、自分の体調に合わせて本来変えていかなきゃいけなかったはずなんですよ。で、その子どもの時にちゃんと教えられなかったっていうのは、知らなかったんですよねで。知らなかったことを教えようと思っても、それは無理な話じゃないですか。で、世間的に、常識的に間違いがはびこっていたので、それはしょうがない話なんですよ。だから、今からできることとしては、あ、こういう本あるらしいよとか、こういう動画ちょっと見てごらんよとかね、教えてもらう。 とかそういうところが一番いいのかなと思ってあとは自分があの健康で楽しく前向きに過ごすためにこういう食生活に自分自身が切り替えていくとかっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思いますまあ、とにかくですね何事も自分を責めるために使うんじゃなくて楽しく健康でいるために使っていただきたいなと思います で今回もこちらの本ご紹介させていただくにあたりまして、グスコー出版様より心よくご協力いただきまして、またアドバイス助言もいただきました。この場をお借りしまして、改めてお礼を申し上げさせていただきます。本当にありがとうございました。はい。というわけで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主人は自分ということを忘れずに健康でお過ごしください。皆さんが健康で幸せでありますように、今日もありがとうございました。